ニマサンドミュージアムは、島根県大田市ニマ町店河内にある砂の博物館である。成砂で知られることヶ浜にちなんで作られた、全国でも珍しい砂の博物館で、大小六基の建物内で砂に関する様々な展示物を見学できる。世界最大の一年計査時計、砂歴は高さ約5メートルを誇る。建物はガラス張りの6つのピラミッド群からなっており、 ニマ町出身者である高松真の設計による、ニマサンドミュージアムの別館で砂時計やガラス製品のショップがあり、ガラス工芸体験ができる。なり砂はガラスの原料になる石英が主体となっている。そのため、触れ合い交流館にガラス工芸体験のコーナーが設置されている。1階の壁にはチェコの伝統工芸であるボヘミアガラスが展示されている。 琴ヶ浜の成砂の保全と環境保護を願い設置された一年計算時計。砂歴と名付けられた大砂時計で1トンの砂を1年かけて落とす世界最大の砂時計。全長高点2メートル、直径1メートルというジャンボ容器を使い、1トンもの砂がわずか直径0.84ミリメートルのノーズルから刻々と落ちている。砂は 山形県西沖玉国井出町蘇谷の成砂を選定し、1秒間に0 0 3 2ム、1時間に1 1 4ム、1日で2 7 4 0ムの砂がコンピューター制御によって時を刻んでいる。砂歴は同志社大学名誉教授であった小宮の茂雄氏が監修し、3年かけて完成した。費用の1億円は、ふるさと創生事業から拠出された。 式典に集まった旧、二間町民が、ロープによって反転させ1991年1月1日から、動き始めた。オープン時より、ギネスブックに登録はされていなかったが、ギネスブック出版元の日本窓口からの打診を受け2015年発行の、ギネス世界記録2016に掲載された。なお、鳥取駅前に、鳥取砂丘の砂を用いた日本最大の砂時計を、 作る計画がある。毎年12月31日から1月1日にかけて字の祭典が開かれており、一年計算時計をロープで反転させるイベントが催されている。ありがとうございます。